こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ドイツのドレスデンという街をご紹介してみたいと思います。今回そのご紹介するのはですね、ドレスデンにあります、バルトシュレスフェン橋、ちょっと名前が長いですね。1号なんですけれども、横に1列で書けないのでちょっと2段になりましたが、バルトシュレスフェン橋をご紹介してみたいと思います。これがそのバルトシュレスフェン橋ですね。それではまずですね、新規感染者の方から見ていきたいと思います。最新データ8月の27日で新規感染者の方が1507人、日本よりちょっと多いかなっていう感じですね。ただ、亡くなられた方は5人ということでですね、ここのところヨーロッパも日本も大体こんな感じですね。新規感染者の方は増えているけれども、死亡者の数というのはほとんど変わらない、一定しているといいますか、そんな感じですね。でですね、このドレスデンという町はドイツの東側にある町でですね、ポーランドとかチェコの国境にも近い、国境沿いではないですけど、近い町ですね。でですね、このドレスデンのこの町をですね、ちょっとこうグッと寄ってみますと、こんな感じの町でですね、一番にぎやかなところといいますか、観光スポットが集まっている旧市街というのがこの辺り、ちょっとクリーム色になっているところなんですね。そしてですね、今回ご紹介するバルトシュレスフェン橋というのがこの赤い星のところにこうあるわけなんですね。でこの橋、実はとても新しい橋でですね、2013年に建てられた橋だったわけなんですね。でですね、この橋ができる前はここにアルベルト橋というのがあって、もう一つはですね、ここに青い奇跡の橋というのがあったんですね。ちょっと青い奇跡の橋なんか気になりますよね。簡単にご説明します。これが青い奇跡の橋なんですね。でなんで青い奇跡の橋かというとですね、まずその青はこの橋の色が青だから、青いっていう風についたんです。で奇跡の橋というのはですね、実はこの橋が作られたのっていうのは1800年代なんです。で当時の橋梁技術ですね、橋を作る技術ではこの橋は奇跡だというふうに言われてたんですね。それが相まって青い奇跡の橋っていうふうに言われて、要するにかなり昔にできた橋なんですね。ちょっと話戻しますけれども、でドレスデンの場合ですね、ここが観光スポットが多い世界遺産じゃないです、ごめんなさい、旧市街ですね。そしてこの辺りが住宅街になっているんですね。そしてこの、北の部分といいますか、東の部分といいますか、この辺りはですね、割と工場なんかが多い、そういう地域なんですね。で当然ですね、その工場からトラックが出たり、いろんな車が出たのが、この旧市街であったり住宅街にこう来るわけなんですけれども、ここ橋なかったんですね。でこの橋とこの橋しかないんですが、この橋も古いので百何十年経ってる橋なので、16トンというその重量制限がかかってるんですね。で皆さん街でですね、こう観光バスぐらいの大きさの大型トラックってよく見られますよね。あのトラックの重さっていうのはですね、車両の重さとそれから積み込む荷物の重さですね、合わせて、日本の場合ですね、20トンから25トンまでは許可されてるんですね。ですからあの手の大きさの荷物、あの手の大きさのトラックがですね、荷物いっぱい積むとここ通れないんですよ。でこの橋は16トンなので通れないので、当然このもう一つのアルベルト橋というところまで、ここまで行くんですけども、実はこの橋ですね、真ん中にトラム、路面電車が通ってるんですね。ということはですね、車両が通れる車線というのはその分少ないわけなんですよ。でそんなところにですね、大型トラックがやってくる。でこの辺りの旧市街とかこの住宅に住んでる人たちもこの橋を通るとなるとですね、起きるのは交通渋滞です。この交通渋滞がですね、1900年代の終わり頃から慢性的に起きていたんですね。でこれはなんとかせにゃならんということでですね、ドレスデンもなんとかせにゃならんということでですね、どげんかせんといかんですね、失礼しました。ということで、市の当局もですね、いろいろ考えてたんですけど、やっぱりここに橋を作りたいと、この辺りのどこかに橋を作りたいというふうなことになっていたわけです。で時が少し流れまして、2000年を超えたあたりでですね、大きな動きがあるんですね。それはですね、この美しいエルベ川渓谷の世界遺産登録が起きたんですね。ここからちょっと年表スタイルでご説明してみたいと思います。まず2004年ですね、世界遺産登録されたんですね。エルベ川 の、美しい景観ということの保護ということですね、世界遺産登録されました。ところがですね、だからといってその交通渋滞が解消されたわけではないんですね。であまりにもひどいので、結局住民側としてはですね、橋を作ってくれということと、いや世界遺産なんだからもうこのまま世界遺産を守ろうというのとですね、こう2つ喧々ガクガクやってまして、住民投票が2005年ですね、
行われた結果 68%、 7割近い住民が橋を作る方に賛成したんですね。法的拘束力というのはないんですけれども、まあ、これはさすがに市も無視できなかったわけですよね。そしてですね、最終的にはこう建設に踏み切るわけなんです。その間にもですね、ユネスコ側からですね、建設やめなさいって、登録抹消するよとかってこういろいろ警告されたんですけれども、まあ、市当局としてはですね、いやそれよりも住民の生活の向上、利便の向上の方が大切であるということで、建設開始するんです。でその後もですね、ユネスコ側はですね、トンネルを掘ったらどうですかねとかですね、建設やめなさいとかっていろいろ言ってくるんですけれども、トンネルを掘るなんていうのはですね、橋に比べてはとんでもないコストがかかるので、まあ、実際もうこれは橋しかないんですけれども、そんな感じでですね、続けておりますと、ユネスコ側もですね、あもうドレスデンはこれダメだわということで、言うことを聞いてくれないということで、登録を抹消されるんですね。世界遺産登録が抹消されるっていうのは非常に数が少なくてですね、まあ、今のところしか2つしか例がないと思います。そのうちの1つがこれですね。で登録されるんです。抹消されるんです。で抹消されても、まあ、橋を作ると。で、2013年の8月にこの橋が開通するんですね。でですね、これが建築途中の、まあ、橋の形ですね。そして2013年の、まあ、これ8月の確か26日だったと思いますけれども、橋が開通する。当然ですね、開通イベントが行われるわけです。日本でもありますかね、橋とかトンネルが開通する前に、一般車両を通す前に、まあ、地域の方々とか市長とかですね、県知事とかという方がこういらしてですね、まあ、ちょっとこう歩いてみると、まあ、こんな感じですね、まあ、かなり大きなイベントだったようで、でその時にですね、当時のドレスデンの市長であるヘルマオロスさんですね、まあ、ドレスデンの市長で女性というのは、まあ、この方が初めてらしいんですけども、この方もまあお祝いに駆けつけたと。で当然反対派の方もいらっしゃったようなんですけれども、当時 の感じではですね、もう祝賀ムード一色だったという、まあ、そんな感じなんですね。で、この橋がかかっているこのエルベ川なんですけども、もともとは世界遺産、それは景観のエルベ渓谷とかエルベ川の景観の美しさのために という理由でですね、世界遺産になっているところですから、まあ、橋がかかっていたとしても美しさが変わるわけではないわけですよね。ですからこういうそのリバークルーズの遊覧船ですね、こういうのがまあ夏がメインなんですけども、まあ、たくさん出ておりますので、まあこういった方、こういった船にお乗りになられてですね、下からこのあれがこの橋かということでですね、見ていただくのもまあ楽しいですし、まあ、そういった楽しみ方もあると思います。まあ、実際 この日はですね、これはフェスティバルの時の日なんですけども、ちょっと見えにくいですけど、ここ人がいっぱいなんですよね。もうほとんど満員電車みたいな感じの渋滞、人が渋滞してるじゃないかとこう言われるようなですね、そんな感じなんですけど、まあ、これで車の渋滞は、まあ、ある程度解消されたということなんですね。今回はですね、まあ、ドレスデンにかかる、ちょっと名前が長いんですよね、バルトシュレスフェン橋、まあ、覚えてくださいとはちょっと申し上げませんけれども、まあ、世界遺産登録を抹消してでも住民の生活と利便の向上のために、まあ、市が動いた、住民もそれに、まあ、賛同したという、まあ、橋ですね。まあ、こういった橋をですね、まあ、見ていただくのも一つ面白いかなと。まあ、ドレスデンというのはですね、非常に歴史のある町で、例えば、まあ、今8月なんですけれども、12月になりますですね、クリスマスマーケットが開かれますよね。ドレスデンはですね、世界三大クリスマスマーケットの一つで、まあ、なおかつですね、世界最古のクリスマスマーケットというふうにも言われてですね、まあ、非常に人気のあるクリスマスマーケット、まあ、とても大きいですしね、そういうマーケットなんです。まあ、まだドイツは入れませんけれども、まあ、入れるようになってですね、まあ、冬の時期になってこうクリスマスマーケットと一緒に行けるようになりましたらですね、クリスマスマーケットも楽しんでいただく、ホットワインも飲んでいただいて、そしてですね、この長い名前の橋ですね、バルトシュレスフェン橋をですね、もうちょっと歩いて渡ってみるとかですね、車で通ってみるというふうなですね、観光も、まあ、そんなに時間かかることではないですから、されてみては、まあ、ちょっと新しいまたドイツの旅の楽しみですね。これは非常に新しいものです。2013年ですけれども、この裏にあるストーリーですね、ここがとても面白いですね。きっとガイドさんも熱弁を振るのではないかと思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。